フレンチはアメリカ合衆国の彫刻家である。ワシントン DC のリンカーン記念堂のエイブラハムリンカーンの座像のデザイナーである。ニューハンプシャー州のエクセターで生まれた。父親は法律家、判事でアメリカ合衆国財務省の副長官を務めた人物である。1867年に家族とマサチューセッツ州のコンコードに移り、哲学者のラルフ・ウォルド・エマーソンや、 小説家のルイーザ・メイ・オルコットが住む家の近くに住みことになり、彼らから影響を受けた。オルコット家の末娘で画家になった妹のメイ・オルコットの影響を受けて、フレンチは美術の道に進んだ。リンカーン記念堂のリンカーン像画家のリマーを受訓した。ありがとうございます。